ライオアトゥルー千葉谷子千葉谷転がる都市伝説です。どうもかきです。どうもとめです。また深い眠りに疲れていたということで、はい、はい、もうなんか500年ぐらい寝てましたけど、はい、なんでこんな毎日寝るんですか。夜が来たら人は眠くなるからね。まあ確かに確かに、まあ、深夜に今撮影してるんですけども、深い眠りに入ってましたよ。深い眠りに入ってたということは、やりすぎ都市伝説の超深掘り会。分からん分からん、俺が分からんだけかもしれない。どう感じしますか。あの僕の世界線ではやりすぎ都市伝説っていう超人気番組やってるんですけど、やってます。やってた。そちらの世界線では、うん、関さんが宇宙と更新しとった。関さんが宇宙と更新するわけじゃないんですけども、そのテーマを取り扱ってたのが先月のやりすぎ都市伝説なんですけど、はい、そっからすぐ僕たちは深掘り会ということで、感想会とかテレビで触れてないことまで分かりやすく説明してたじゃないですか。はいはいはい、はい、あれがですねものすごい好評でして、はい、もう28万再生もされてるんですって。ありがとうございます。ありがとうございます。しかし深掘りが終わったわけではございません。おお、あの後もしっかりとね、僕たちスタッフは深掘り考察を進めまして、今回はなぜ、まあ、長野県が重要な地になるのかを中心にお伝えできればと思ってます。ほう、番組では長野県が今すごい注目されてるってこと言ってましたね、はい、長野県には今なんか移り住む人口が多いんだみたいですね。不思議ですよね。なんか都会を離れて田舎の方に行くのは分かるんですけど、なんで長野なんだと。まあ確かにね。そう、まあそんなことも深掘りしていきますね、はい、でそこでね、今回やりすぎ都市伝説のテーマって何だったんだろうって考えたんですよ。何だったと思います。トライクなりに角度を変える。そう、視点を変えるということなんですよね。例えばですね、これ何だと思います。バケツの中に浮かぶハエ。いや独特の視点よね。確かにトウヤ君も視点がね変わってて素晴らしいんですけど、実は正解はこれリンゴなんですよね。マジか。リンゴ上から見た図なんですよ、はい、ということでですね、うん、僕これ何かっていうと、うん、デザイナー時代に学校で習ったことなんですよ。へー。リンゴを描いてくださいって言ったら僕普通こう描くじゃないですか、ね、はい、こう描いた人がいて天才って言われたんですよ。なるほど。これもリンゴなんで、まあ、この人からしたらね、か上から見た図ということで、うん、だ物事っていうのは上から見た横から見ることで意味合いが変わってくるんですよね。トウヤ君の言うそのバケツの中にハエがっていうのも一つの見え方だったりするし、はいはい、もしかしたらみかんかもしれないし、おー、そう、見え方によっては違うものに見えるってことなんです。同じものでも。そうですね。ということで視点を変えるってことをテーマに今日ちょっとお送りしていこうと思ってます、はい、番組のメッセージ。今回放送されたやりすぎ都市伝説では、これから宇宙時代が到来した現代によって別次元という新天地への進出が実現されようとしてと発しておりました、うんうんうん、別次元ってどういうことやろな。まあやっぱり3次元が4次元になるとか、うんうんうん、まあ、4次元が5次元になるとか。そうね、どんどん次元っていうのは高次元の存在に、まあ、僕たちはなっていくって意味だと思うんですけど。そうですね。そしてその時代を先導する2人として紹介されたのが、アマゾンの創設者ジェフ・ベゾスと Facebook の CEO マーク・ザッカーバーグですね。ここで視点を変えてと注目していたいのは、番組を支えているテレビスポンサーなんです。今回はですね、 CM が始まる前に一番最初に映るのはどこのスポンサーだったか覚えてますか。インスタグラム。なんか今日何でそうだか変な感じなんですか。はい、違いました。今なんかあくび我慢してましたよね。いやいや気のせいですよ。こちらインスタグラムなんですね、はい、インスタグラムがスポンサーってなんか不思議な感じしませんか。あ、そうですか。やっぱ今をときめく素晴らしい企業やなと思いますけど、うん、まあ商品名がスポンサーの名前でつくのもあるんですけど、はい、そのサービス名がついてるっていうのもなかなか不自然な気がしませんか。普通は会社の名前が出るじゃないですか。はいはいはい、はい、コカ・コーラ・ボトラーとかアサヒ飲料とか。まあ確かに確かに。そう、でもインスタグラムって出てるのなんか不思議な感じしません。そうですね。じゃあ皆さん知ってますか、インスタグラムってどこが運営してるかを。 Facebook なんです。そうなんですよね。まあインスタグラムも、まあ、サービスの一つあるんですけど、はい、Facebook の子会社ということになってるんですね、うんうん、つまり番組を作る背景には Facebook が大きく関わっているということなんです。いやこれすごいことですよね。そう、当たり前だと思うんですけども、まあ、番組を作るときにスポンサーっていうのはかなり大きな力を持っていると言われてますよね。そうですね。そのスポンサーがこのキャスティングだったらこのタレントさんうちの商品のイメージないから変えてって言ったら多分変えられてしまったりとか。いやそうっすよ。例えばこうやってロケ中とかに水が映っててもライバル会社の水とかだからラベルがぼかされてるとかね、よく見ると思うんですけど。あ、そうそう、ラベル剥がされたりしますよね。そう、それぐらいやっぱスポンサーっていうのは大きい存在なんですよね。まあ、番組を宣伝広告のために買っているということでそのスポンサーが大事なわけなんですけども、はい、つまりね、今回のやりすぎ都市伝説ではもしかするとスポンサーやテレビ局側から内容を指定されてたんじゃないかとか制限をかけられていたんじゃないかと思うんですよ。なるほど。当然ですけども、うん、やっぱりその演者さん、まあ、例えばやりすぎ都市伝説だったら関さんとかいろんな芸人さんが出てましたけど、全部一人で考えたわけじゃないと思うんですよ。あ、もうそれはね、構成作家さんとかね。そう、作家さんがいたりとか、いろんな人に聞いたりして取材してそこを発信すると思うんだけど、自分が言いたいことを言えてる YouTube とは違って、うん、やっぱりスポンサーの顔色を見ながらここまでだったら言っていいかなとか、これ以上は言っちゃいけないなってこともあると思うんですよね。
ね。でもこういう都市伝説ってある意味嘘か本当かわからないわけですから、はい、何言ったっていいと思うんですよ。確かに、ね、あくまでも都市伝説ですってちゃんと言えば。でも今回ってとある秘密結社の話が全く出てこなかったりとか、ちょっと踏み込んだ内容には言ってなかったなっていうのは正直な感想だったわけですね。もう確かにね、昔関さん言うたらね、うん、もうちょい攻めてるイメージというか、そうそう、なんかもっとね、うん、わーって思うことありましたけど、関さんって言ったらね、いろんなこの秘密結社のところに取材に行ったりとかもしてましたから、うんうん、あれと思ったところもあるんですけど、確かに確かに、まあ、何かしら規制があるんじゃないかと。うん、でね、その中で関さんはね、マーク・ザッカーバーグさんが行おうと考えてるメタバースについて説明したんですね。うんうん、メタバース覚えてます？あー、あのね、阪神の打者の、つまりですね、あの仮想空間を共有することでその空間の中で生きるといったこれからの未来を切り開く人物として紹介されてるんですね。しかしここで注目したいのが、はい、アマゾンの創始者のジェフ・ベゾスさん。アメリカには、まあ、大手の会社として、はい、ガーファっていうものがあるんですよね。はい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 、はい、何の略か知ってます？ギャバですよね、チョコで美味しいの。 Google、Apple、Facebook、Amazon、 この4大企業をまとめてガーファっていう言い方をするんですよね。もう誰しもがお世話になって、誰しもが聞いて見たことのある会社だと思うんですけど、世界4校みたいな会社たちですよね。ほんまに4校よね。今回番組に出てきた Facebook は Amazon のいわゆるライバル関係なんのかな。確かに確かに、ライバル会社にもかかわらず、はい、新しい時代を率いる人材として関さんは、まあ、もう一人の存在として、まあ、Amazon のジェフ・ベゾスさんを取り上げておられましたね。そうですね、はい、そしてジェフ・ベゾスさんはこれからは宇宙の時代が来ると言っております。おっしゃってましたね、はい、実際に Amazon の CEO を退任後、自身が立ち上げたブルーオリジン社という会社があるんですけど、うん、はい、2021年7月にジェフ・ベゾスさんを乗せた有人飛行を成功させております。これ行く言うて速攻行ったからびっくりしたけどね。すごいよね。なんか前澤さんとかでもあんだけ何ヶ月何年も前から訓練してうんぬんでやって、ようやく12月でしたっけ、うん、行くみたいなことをおっしゃってましたけど、速攻行けるっていうのはね、よっぽどなんか影響力があるというか、それぐらい準備をされていて、自分自身が安心安全のためにもあんまりトレーニングしなくても行けるんだよみたいな、いやすごいっすよね、気軽さをなんかアピールしてんのかなとか思うんですけど、うちの時代が来ることをジェフ・ベゾスさんも自ら体験することで発信したかったのかもしれませんし、それをちゃんとテレビで伝えようという関さんの意思かもしれません。なるほど、はい、続いて旧約聖書の真実。まあ、僕たちその辺にはちょっと詳しくないんですけど、ちゃんと調べた結果ね、こういうことが分かりました。まず番組では今現在起きている天変地異について触れていましたね。あ、そうですね、はい、例えば2021年8月にアメリカで起こった台風で死者40名以上出してしまった。2021年7月に起きたドイツ・ベルギーの洪水でなんと死者120人以上の犠牲者が出た。まあ、自然災害について取り上げているんですけども、なかなかこういう大きい出来事だよね。僕たち無知でこうやって知らないこともたくさんあるわけなんですけども、ね、多分世界中でいろんな天変地異って起こってると思うんですよ。これはねポールシフトのせいじゃないかというふうに言われてます。出ました。つまり地球の地軸が、まあ、こうやって、まあ、軸があると思うんですけど、はい、これが逆転しちゃうということですね。そうそうそう、磁場が反転する動きのことをポールシフトっていうふうに言うんですけども、地球に住めなくなるんですよ、ぶっちゃけ言うと。まあ、その X デーっていうのが来るかもしれない本当にってことを触れられてるんですね。実際前東亜君も喋ってくれたんやけど、ポールシフトって過去に何回も起こってんのよね。そう、でもここね周期的にはそろそろ起きてもいいはずやのに、まあ、全く起きないと。そうだから明日起こるかもしれないことなんです、うん、これは。そうで、その小屋下では以前ね、その時にポールシフトの影響で地球が破壊される、破滅することを実は旧約聖書の終末論で予言されていたというふうにちゃんと紹介してるんですよ、うん、そして終末論では天変地異によってこの世が終わった後、キリストが地上の裁きのために天国から降りてくるというふうに言われております。そうですね、はい、ここで番組でも紹介されましたこちらヤコブの夢とつながってくるんですね、はい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 、実は聖書に出てくる神というのは宇宙人のことかもしれないんです。お、はい、こちらも以前小安田で紹介しました神は宇宙人、聖書と神の遭遇を読み解くと古代文明に UFO や宇宙人との関わりが明らかになりましたと。こちらも12万再生されてます。この辺は結構ね僕こすり倒したというかやりましたから ね、まあ、それのなんかおさらいみたいな回だね今日ね。まあ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 ね、うん、で聖書にはねこの世界も人間も神が作ったものと、まあ、教えが書かれているんですけども、これみんな知ってるよね。旧約聖書に書かれてるエゼキエルっていう書があるんですけども、はい、この神はこのように書かれてるんですよ。神は大きな雲をまとって北から現れ、聖堂のように輝き火を吹き出している。そしてそれは足を持つ輪っか状のものに乗ってきた。なかなかちょっと神の表現としては不思議だよね。神って言ったらなんかこう輪っかのマークつけたやつがこうふわーってこう降りてくるような。そう、しかもなんか白いイメージあるじゃないですか、なんか白い服着てとか。そうそうそう、でもこれ聖堂のようなって言ってるんですよね。そうなんですよ。その写真がこちら。
このエゼキエルの書の神ってちょっと異質な感じしませんか？いやなんか不思議な感じしますよね。そうそう、トワヤ君も言ってくれたように、うん、普通であれば崇拝する存在の神の見た目っていうのは、まあ、金色に輝いていたりとかね、うん、まあ、そういう色を使うはずなんですけど、なぜか聖堂というちょっとリアリティのある表現が本当になんか乗り物に乗ってきたみたいな ね、渋すぎやろと思う、ね、なのでなんか抽象的なものではなく、うん、ちゃんとこの人は神をちゃんと目撃したんだと。そう、だから明らかに異星人を見たんじゃないのかってことが言われてるんですよね。そう、それ神イコール異星人ということなんですよね。もしそうだとしたら神は形を持たない概念的な存在ではなく実際に目に見えて存在するものということになっちゃうんですけど、さらにこの聖堂という色、皆さん分かりますか？なんか RPG の盾とかでね出てきそうな感じの雰囲気なんですけど、このある存在のようにその聖堂のように色が使われて表現されているのが宇宙人グレー、ウィンターソウル。まあ、全然グレイの曲とは関係ないですし、まあ、タイトルも間違ってたんですけども、すいません。果たしてこれは偶然なのかどうなのか、エゼキエルが見たとされる神の正体というのは地球上に存在しない宇宙の生命体、宇宙人に近いものだったんじゃないかというふうに言われてるんですね。いやそうですね、気になるところですよね。そして番組では関さんは地球に住めなくなる X デーに向けて人類がどこに向かえばいいのかをヤコブの夢にキーワードがあるというふうにおっしゃっていました。このヤコブの夢は世界の終末論を書いた旧約聖書創世記に登場する一節なんですけど、はい、ヤコブの夢とは覚えてますか？ちゃんと、まあヤコブがですね夢を見たんですよ。阪神が日本一になるという、さっきまで寝てたからね、説得力ありますね、うん、ヤコブの夢とはヤコブの兄弟が神の祝福をもらうために争うんですね、うん、で、うん、兄に殺されそうになることを察知したヤコブが母の故郷へ逃げます。その目的地までの途中で野宿をするんですけど、その時に見た不思議な夢がヤコブの夢というふうに言われて、本当にヤコブっていう人が見た夢なんですね。で、天からねはしごが降りてきて、そのはしごを天使が登ったり下ったりしてるんだって、うん、で、その眠っているヤコブに対して神がこういうふうに話しかけます。お前が横たわっている土地をお前とその子孫に与えると、うん、さらに私はあなたと共にいる、あなたがどこへ行っても私はあなたを守り必ずこの土地に連れ戻そうと言われて、ヤコブは目を覚まします。ドンキーコングやりすぎたんですかね。なんでですか？ドンキーコングもはしご登ったら降りたりするじゃないですか。うんうん、ずいぶん古いドンキーコングの話してますけど、なんでドンキーコングなの？もっといろいろありますよ。プロが僕レッキングクルーってやつでめちゃめちゃ登り降りしました。なんそれレッキングクルーって、うるさいからみんな知ってる、知ってると思うよ。バカバカぐらい誰も知らへんゲームちゃうん、それ。ヤコブは話しかけてくれたこの地を神の地だと思って、うんうん、その場所をペテル、まあ、神の家って言うんですけど、はい、と名付けました、うん、という内容なんですね。この旧約聖書に出てくる神が宇宙人とすると、ヤコブの夢はこれから宇宙に移住しようとしている今の人間が置かれている現状を提示しているんじゃないかと、いうことなんですよね。確かに。そう、つまり夢に出てくるはしごというのは、うん、宇宙とつながっているということなんですね。ああ、じゃあもう宇宙エレベーターみたいなものができるかもしれないと。そう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 、だからもうドンキーコングみたいに2階から3階とかもそういうレベルじゃないんですよ。そういうレベルじゃないんやね。そういうレベルじゃない。ああ、なるほどね。じゃあ樽投げられても大丈夫やね。大丈夫かとか知らんけど。さらにマーク・ザッカーバーグは本名が別にあるという話があります。そうはい、それがねジェイコブ・グリーンバーグというんですけども、うん、ジェイコブの語源はなんとヘブライ語でヤコブなんですね。そう、これゾッとしたわ。いやもうほんまにね、あの奈良とかを牛耳っていうジェイコブもまさかヤコブの手先やったとはと思いましたね。だからジェイコブって特定の会社出すんじゃないよ。ほんまにあんた関西中のちょっとねあの会社出すのやめて。今のところジェイコブも京都銀行もサンテレビも上司もみんな犠牲になってる。いや犠牲になってない、投票被害。いやいやいや、ほんまにみんな行きたくなるやろ、契約しんやジェイコブ、はい、そして番組の中で重要な地として紹介されたのが、そう冒頭にも出てきた日本の長野県。出ました、長野。長野県の重要性、はい、長野県にはですね冷えの底村という謎に満ちたミステリースポットが存在してるんです。あ、確かに名前も不思議ですね。本当だよね、なんか冷えの底村って言ったらなんか音感的に言ったらそこにあるのとかって、いやそうですよね、思っちゃうんですけど、でその中にある岩に書かれているこちら、はい、上に矢印が伸びていて三つ丸が穴が開いてますね。これがですね上に伸びている矢印が人類はこれから宇宙へ行くことを暗示しているんじゃないかというふうに言われているんですよ。これ見た時に僕正直はめちゃくちゃこじつけやん、ワロタと思ったんですけど、はいはいはい、あれからちょっと長野について調べてみたりとか、まあ、そうこの間のやりすぎの回とかでも、うん、その長野の方とかコメントとか守られたりとか、あ、そうあったあった、 DM とかも結構来ませんでした。来た来た来た、うん、そうだからその長野の人ってやっぱり結構不思議な体験されてるというか、うん、そう本当にもしかしたらなんか関係してるんちゃうかなと思って、いやマジであの長
野県にお住まいの方からの反響が多くて、そうなの、その DM のほとんどが長野県一度いらしてください、美味しいとこ招待しますっていう謎の観光案内と。いや、そういうことじゃないんですよ、小池さん。あ、違うの。この長野県というのはですね、間違いなくパワーがあるんすよ、うんうん、それを確信しました僕は、うんうん、なぜかというと、なぜなぜ皆さん、はい、これ何やと思います？それ先ほど出したバケツの生えちゃうこと。ああ、これリンゴですか、もしかして。リンゴなんですよ。それ冒頭で俺が言ったやつね。これ長野県ってリンゴが有名なんですけど、はい、やっぱり角度を変えると見え方が変わってくるのかもしれないですね。はい、というわけで続いては長野県にはですね、旧約聖書の関わりがすごく多いらしくて、うんうん、宇宙人がいてもおかしくないなんて話もあるんですって。以前深掘り会では長野県の神話と旧約聖書の共通点について説明しました。長野県には諏訪神社の本社、諏訪大社っていうのがあるんですけども、立見中田の命が祀られてるんですね。その立見中田の命っていうのは古事記の国譲りの書に登場する神様なんですけども、なんとこの国譲りっていう話がヤコブの夢とめちゃくちゃ似てんのよね。お、国譲りの神話では出雲国をかけて立見中田の命ともう一人の神が力比べで勝負するんです、うん、で勝負は立見中田の命が負けちゃいますと。で長野の諏訪へ戻っちゃうというか逃げちゃうんですよね。で逃げて神に追いつかれるんだけども、最後には降伏をしてその地を出ない約束をして許されることになるんですね。ここでヤコブの夢とつながっているところは、二人の神が争って一、はい、人の神が逃げ延びると、そしてヤコブの夢で神がいる地にヤコブが戻ることを意味していると。つまり長野の地には人類は戻る可能性があるということなんです。だから冒頭でも言ったように、今都会に住んで日本人とかも長野に移住したりする人が多いっていうのは、なんとなく意識的に長野の芋戻る時期なんだっていうふうに思ってるのかもね。いや、そうそうそう、いうことなんだよね。だってなんか芋掘りとかしてたら、うん、縄文土器とか出てくるらしいっすよ。そうだからね、なんか長野は昔首都だったみたいな話もありましたね。いや、そうなんですよ。他にもね、長野県と旧約聖書につながる話は存在します、うん、そもそも日本のルーツってご存知ですか？何ですか？日本人のルーツっていうのは、はい、旧約聖書に出てくる古代イスラエルの人々ではないかという説があります。確かにありますね。旧約聖書には古代イスラエルに十二氏族がいたというふうに記されています、うんうん、この十二氏族って何か知ってます？牛とか、うんうん、人とか、あ、エトのこと言ってはんの、うん、あ、違う、なんで人急に人が出てきてるのか分からへんし、古代イスラエルを築いた十二の部族のことです。へえ、ほんとワンピースみたいな感じしないなんか、ね、あー、なるほどね。で最初20人の王がいて、あー、なるほどなるほど、ね、1人ネフェルタリ家だけど抜いて19の王族が、まあ、マリージョするんだよみたいな、その12の部族のことを指すんですけど、この12氏族の父親の名前ヤコブ。確定やん。ねえ、イスラエル王国が滅亡した後、古代イスラエルの地から行方が分からなくなった部族が10いるんだって。はいはい。その部族が後に失われた実子族というふうに言われてるんですね。RPG とか漫画の世界みたいなかっこよさあんねんけど。そうっすね。ねえ、失われた実子族は東へと移動したというふうに言われていて、おーおー、まあ、そこから東って言ったらもう日本だよね。マジかよ。そう、一部が日本に来たんじゃないかと言われてて、物部氏とか果たしてめちゃくちゃ有名やんか。おーおーおー、はい、イスラエルの子孫なのではないかというふうに言われてるそうです。実際にイスラエルで使われているのはヘブライ語。ヘブライ語と日本語はよく似ているというふうに言われていて、例えば日本で皇帝の帝、まあ、帝って言いますよね。これヘブライ語だったらミガト、まあ、高貴なお方という意味も一緒なんですね、はい、で、はい、次、みそぎ、みそぎを済ますとか言いますね。みそぐっていうんですね。で、主、これも主、おさっていう意味なんですよね。この世にですね、似たことがたくさんあるんですよ。確かにね、平安京とかもなんか似てるみたいな話ありましたよね。そうだよね。もしかしたら日本語の語源っていうのはヘブライ語にあるのかもしれません。さらに長野県の諏訪大社は旧約聖書との関わりがあって、はい、毎年4月に行われる御頭祭というお祭りがあるんですけども、うん、鹿の頭とか獣がお供えされるという、ちょっと特殊なことなんですね。変わってますね。ね、なんか愛護団体とか見たらうわっって言うんちゃう。奈良の人だと怒るよ。まあそれはね、その伝統の儀式なんでね、もうそれしょうがないね、はい、なんとこの御頭祭は旧約聖書の創世記にある話から来ているそうで、はあ、イスラエルの人たちがこの地を訪れたことを、まあ、示しているんじゃないかと。やば、3000年ぐらいやってる可能性あるってこと。そう、えぐいよね。えぐいな。日本だけのオリジナルの文化じゃないってことね。おー、すごいね。そしてさらに失われた実子族のイスラエルから来た子孫の果たしも長野県と関わりがあります。長野市にある善光寺という神社の創建伝承に、はい、果たしが主導権の役割を果たしてるんですって。果たしが果たしてる。そうですね。なるほど。実際に失われた実子族の果たし、旧約聖書とのつながりの深い長野県には本当に宇宙との関わりがあるのかもしれません。いや、もうこれイスラエル長野宇宙確定ですね。じゃあちょっとね、長野県については分かったと思うんですけど、はい、今度宇宙との関わりどないやねんと。いや、まあ確かに長野県と宇宙、はい、そ
して最後、その宇宙との関わりを表すものが土偶と言われてますね。あああれちょっとよくわからんかったな。関さんはジェフ・ベゾスが宇宙に行くことで新しいウイルスを持ち込んじゃうの、うん、あ宇宙ウイルスみたいなこと言ってましたね。今のねパンデミック落ち着いたらいずれもっと脅威になるものが出てくると、うん、それが宇宙ウイルスっていうふうに言われてるんですけども、はい、これが持ち込まれるんじゃないかと、うん、まあ、実際に毎日地球上にはまあ1トンとかのね塵とかがまあ落ちてきてるそうなんです、うん、宇宙から。その中に新しい未知なるウイルスが入ってる可能性もあると。でこの宇宙ウイルスにまあ打ち勝つために人類は新しい細胞を取り入れて進化をするというふうに言ってました。そうそう、まあ、実際に人間は昔酸素は毒というふうに言われてまして、うん、ミトコンドリアを細胞内に取り込むことで酸素をエネルギーに変換することができたというふうに言われております、うんうん、つまり新たなウイルスも新しい細胞を取り込むことによって今の人間の形とは違う人間、つまりヒューマン×エイリアンということでヒューメリアンというものを作るというお話でしたね。僕もターメリックライスは結構好きですからねさらに番組では昔の人の形は土偶のように今とは違う形であったというふうに言ってました、うん、縄文土器見たことありますよね。いや俺なんか見たことなかったんちゃうんかなと思って。僕の知ってる縄文土器ってあの縄状になってる壺みたいな、はいはい、だから縄状になってるから縄文って言うんやで、ね、縄って字入るように習ったら、うん、なんか見たことない宇宙人みたいなやつが出てきて戸惑ったんすよね、この間のやりすぎ都市伝説。なるほど、土偶のことね。そう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 、僕ね縄文土器を見た時感動したのは、はい、結構ラグビーボール型に下がなっていて下に輪っかのね乗っけるものがあるからバランスが安定して立ってられたんですよ。へえ、それがどんどん知能が発達するとこれじゃ立たないから下を平らにしようということで弥生時代には平らになっていったっていうのを聞いてて、あなるほどな、頭いいなと思ったんだけど、だからそれぐらいの、まあ言ったらごめん失礼だけど知能がそれしかないんですよ。それぐらいのまだ言ったら知能なんですよ。確かにね。じゃあ目の前にあるものを再現するんだったら分かるんだけど、うん、想像して新しいものを作るって考えられます？まあ確かにな。そう、目の前に東亜君っていう人間がいるから似てなくてもその形は人間っぽいものを作れるはず。そうよね、似てる似てないは別として。ところがこちらをご覧ください。長野県で出土された縄文土器、この仮面の女神なんですけども、とても人間の形には見えませんよね。いやもうこれヤクネバのボスとか出てくるやつやで。そうなんです、本当に想像だけでここまで作れるものでしょうか。いや無理やと思うねんな。まあこういうね、まあ、天才というか芸術家みたいな人がねどの時代にもちゃんといたというのはこともありますから、まあ、まあもちろんそれはいいでしょう。でもね視点を変えるが今回のテーマなんですよね、はい、それがですねどう視点を変えるかって言ったら、うん、こちら教科書にも載っている遮光器土偶ですね。ああ、粘土炉の親戚みたいなやつですね。まあ粘土炉の親戚かもしれませんけど、僕は日本誕生の土偶なんですけども、うん、みんなそれぞれ思い出があるねこちらも縄文時代に作られた土偶でスノーゴーグルのような目の形をしていることから遮光器土偶というふうに言われてるんですって。へえ。実はこの土偶には古代宇宙飛行士という説が存在してるんですって。宇宙服なんじゃないかと。あ、そういうこと？まあ、人類史上古代に宇宙人が地球に飛来し、まあ、人間を創造して超古代文明を授けたという、まあ、疑似科学の一説なんですって。頭いいね。つまり縄文時代の土偶は宇宙飛行士を表した土偶の可能性がないわけじゃないんです。なるほど、はい、とんでもないことやな。さらに長野県の八ヶ岳地域では昔から縄文銀座と言われていて縄文式土偶がめちゃくちゃたくさん発見されんねんて。長野県で多く出土している土偶にも本当に宇宙とのつながりがあったのかもしれません。これあります。信じるか信じないかはあなた次第じゃ。あ、一緒にやれへんの。今日信じます。あ、信じたもん。はい、これあります。今日の説はいかがでしたでしょうか。いやもう確定です、これね。もう長野宇宙とつながってます。超深掘り会やったから、まあ個人的には僕は都市伝説はね関さんのファンなんで、もう関さんだけでもう3時間やってほしいぐらいなんやけど。いやほんまよ。他の芸人さんも悪いわけじゃないんで。あ、もちろんね。なんか浅く聞こえるというか、まあロケにはちゃんと言ってくれて、僕たちは知らないものを知るからいいんやけども、喋り方とか知識量が関さんで圧倒してるやんか。いやそうやね。そうそう、だからこれぐらいの深掘りをね毎回見せてくれたら嬉しいなと思って、なんかこう言えないこともあんのかな思って。釜の木とか一生言うやん、釜の木の。いや、あれ、なんやねんと思って。俺らがだから外ロケ行ったらね、ああいうのに取材できるようになったらいいですよね。いや、そうっすね。絶対あれ裏側あると思うんすよね。はい。はい。まあ、ということを思いましたけども、本日の回はね、まあ、今回やりすぎという方でめちゃくちゃ面白かったですね。甘噛みしてるの勢いでごまかすパターンですか、今。はい。本日の鳥肌スコアは、3000ということで、人類3000年ぐらいの歴史あるからね。はい。でも本日の鳥肌ポイントは、はい、まあ、やっぱり視点を変える。まあ、これはめちゃくちゃ大事なことなんですよ、皆さん。打ち上げ花火、上から見るか横から見るか。それでは、See you! Bye!
なんとイーロン・マスクさんはですね、今では当たり前にもう普及しているネット決済の先駆け、ネット銀行の計画を始動させてるんですね。イーロン・マスクさんはですね、火星が地球に最も接近する周期を狙って、はい、まあ、2024年には火星の初の有人宇宙船を打ち上げると予言しています。ほうほう。一度に100人が搭乗でき、必要な物資を積んで飛行できる宇宙船を1000隻稼働することができれば、100万人以上の人間が暮らすことができる植民地が完成するということですね。1テラフォーミング化が成功し、植民地にも着々と人数が増えてきますよね、はい、それを統率する組織が必要となります。そこでイーロンさんは、私が火星の皇帝だと匂わせるコメントをしていると。